ザスティッシュです。さて今回はこちら M、まあ、モデル1887、これあれじゃない、ターミネーター2でシュワちゃんがバイクに乗りながらぐるぐるやっとったやつじゃない。いや多分そうやだよこれ。いやたぎる、めっちゃたぎる。いや世代ですよターミネーター2、我々平成生まれにとっては、平成初期か最初期生まれにとってはね。というわけで敵をねターミネートしていきましょう。いいね。さあ試合はちょっと途中参加ながら、まあ、そんな時間経過しないと思うんで、まあ、やっていきたい。お皿と3キルでかいね。強いのかこいつ、ターミネーターショットガン強いならそのまま使っていきたいが、でも結構ねあの使ってる人多い気がする、サーバーでこの武器。はい、まあ楽しみですね。なんか鳴ってるね、ゆるさん。はい、でガスグレ入れて一発でもう一発、おおいいよ。なんか強ないこいつ。お割となんか火力がとんでもない気がするぞ。さあ取れるなら取りたいね、あれいただきます。さあちょっと位置変えるか。結構ね威力減速しないんだよねこいつ。ちょ待てよ、なんか来てやるぞターミネート。おおし、ちょ待って、ちょ待ってくれ、なんかいるし、くそ。あでもデッドボムいけ、よしよしじゃねえよ、もうデッドボム消せこれ。このシステム、いや今回やる側だったからざまって感じだったけど、これやられる側になったらめちゃめちゃなんかこうもやっとするんだよね。こう死体がね爆弾になるっていう、まあおじゃむしモードなんですけど、なんまあいや。次ケツから食らったが味方迎撃してる、迎撃しようとしてるね。よしじゃあ俺も加算しよう、加算加勢しよう。はい、怪しい日本語ナイス。おおあれ結構な中距離から抜けるこいつ。なんか体感もなんかリボルバーの上位互換って感じなんやけど、このショットガンガチで強いんじゃねこいつ。たぎるね、もし強いんだったら。まあ、引き続き使っていこう。はい、ガスグレどうぞ。どうすか、お食らってくれてますね。そんな食らう。どうなっとんここ、うわガスグレまみれやんこれ、やば。えこの距離ライト2発マジで。このゲームね長生きしたかったらガスグレと、あと透明化とスタンガンと、あと武器の調整、まあ、しっかりやった方がいいですね。はい、ケツか。ライトの神装甲なら本当かもやな。ちょ、ん？そっち？まあ起こそうか。あ、ちょっと待って、これ鳴ってるか。あ、くそ、ちょっと実況用に、あの、マスターボリューム下げてたら、まずい方向に作用した。くそ。これライトポンポン死んでいくやん、この武器。ライトキラーやん、マジで。ライトターミネートするやん。で、途中参加ながらキルトップ。あ、これやっぱ強いんじゃない？さあ、2試合目、再び動画撮っていきましょう。でなんか上がってるぞ、味方大丈夫かそれ。ただ多分こっちもねすぐ接敵するんだよね、足音する。あもうそっち行ってる、了解。お出たライトビルド、よっしゃ2発強っ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、来てんぞ。スレジャンマー持ってんあれ、 やばそうだな。ちょ距離取るか、嘘やろ。スレジャンマー2人も、あこっち向いた、やべえくそ。このマップでスレッジハンマーが、しかもギターやし1人は、え怖、好戦的やね敵、まあ、ターミネートしていくしかない、効率よく頑張りましょう。あいらっしゃいませ、なんかこっち来るかなと思って張ってました、間違いです。陰キャと呼びたければ呼ぶがいい、勝てばよかろうなのだ。よしさあ持って、なんか足をするな、一応ぶったっとくか、うん、さあ持っていくぞ。はい納税します。なんか緩くないこれ、それはパワー系すぎる。そうやろ、え2発、いやヘビは3発ぐらいか、さすがに。ね体感使ってみた体感、ライトは結構な距離まで2発キルできる。でミディアムは、あこれミディアム、これミディアムだね。まあこいつも多分2発できるんだよね、さっきちょっとずれちゃったけど。
でも結構近くないとミディアムは2発でキルできない。うん、まあそんな感じ。なんか、あまあこれもありだけどどうする？あまあ逃げ場なくなっちゃうからどうしようかなと思ったけど穴開いたね。滑った、ちょっと待って。あぶねえ強マジでヘビー3発はやべえよ。あちょっと待てよ。なってるどうなってる、見えへん。あセントリーがいい感じに役目を果たしました。まあちょっと上行って様子見ようか。あなんか向こういるわ。あれしか通ったな。一旦上登ろう。さあこっからどうしようかって感じですが、まあ上取っとこうか。おっ、なんか逃げてるぞあミディアムかな。ミディアムあの距離3発ガチで強く、おっとクソエム。うん、これもミディアムだね。で近距離に限りミディアムは2発でやれると。マジで強い。いやリボルバーより正直こっちだと思う俺。リボルバーなんか沼るんだよね、弾一発しか飛んでいかないから。でこいつなんかペレットで飛んでいくし威力減衰もあんまないからすごい心強いね。はい、というわけでさあ立ち回っていて、なんかいるね。ちょっと待ってよ、なんかこっちから殺意を感じる。 OK さあ多分ミディアムかな。はい、ミディアムを2発でやって、まだいるね。なんか一間がついた。なんだあれ、ヘビーと、このヘビーやっとこうか。と、なんか向こうになんか一人。ルルさん。OK、なケツから食らってるから、チョボダメージ。セントリーかな。あれはどこに行こうとしてんだ、チャーリーか。OK。じゃあ、チャーリーに向かうとしましょう。なんかまた攻めづらそうな場所だな。たまにこういうの壊されるけど、壊される前に登りきりたいが。多分ね、一人だけだと思うんだよね、これ。OK! いいね。いや、強い強い強い。おいけそう。よし、ナイス。ナイスか。いいぞ。これ多分取れるね。はい。さあ、あとはどうしようか。おぉ、わけわかんないことになってる。おぉ、なんか下にいるぞ。ヘビーが厄介だね。おぉ、まだヘビーの他にも。しかし。もう低重力を生かして、やばいやばい、近づかれた。いいか、よし。まあ、ぴょんぴょんしながら打ち合っていきたい。さあ、ヘビーはやったぞ。ただし、多分ミディアムがいる。蘇生されたら厄介。絶対、除細動機持ってるからね。でもなんか、位置的に俺が不利なんで、そんな、頓着する前に、なってたけど、味方がやったのかな。ナイス。さあ。あ、ちょっと待ってよ。クソ低重力のせいで意図しないクソエムが頻発する。この奥にいたはず。 OK やって、であとはこのミドル神妙に、よし、なんとかなりました。待てよ、あ来てるぞ。おとなしくしなさい世話しないな君。 OK、 はい、さあなってるが味方3人いるな。攻めてもいいな、これ。あれ、あ味方がやった、ナイス。あ、俺勝ったわ。はい、というわけで、17キル0です。これ、SBMM ぶっちぎったんじゃない、なんか、これ。たまにぶっ飛ぶんだよね、SBMM。圧勝だったけど、なんかそんな気がしますが、まあいいでしょう。あそれにしても、このショットが強いということで、それには変わりはない。では、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。